諜報機関イグニスから連邦領土に向けてハーラントの無差別攻撃明日の午前0時を期して開始されると報告を受け、我々連邦軍は万難を排してこれを阻止する必要がある。ちょっといいですか。ハーラントっていや山々にある大型レーザー対空砲じゃ、現に今までは軍民間問わず近辺を飛行していた奴らがことごとく撃ち落とされてたわけで、それがどうやって地平線の彼方のしかも地上都市を攻撃。まさか。そのまさかだよ。軍事衛星を使った反射攻撃システムが完成したようだ。そうじゃ防ぎようがねえ。まさにその通りだ。防ぐ方法はただ一つ、撃たせないことだ。知っての通り、小高い山を利用して作られたラーマ山要塞の山頂にハーラントを中心に対空レーダー、核融合炉、兵舎、食料倉庫などが長期間補給なしでも稼働できるように作られている。それらを取り囲むように設置された対空砲やトーチカが空と陸からの攻撃を完全に封殺しているという、まさに完璧な要塞だ。その完璧な要塞を俺たちに落とせと。そうだ。無茶ですぜ。いくらなんでも物事には限度ってもんが。まあ待て、意見は話を最後まで聞いてから。スタンウッド君の言う通り、諸君らの力をもってしてもこの要塞を落とすのは非常に困難だと考えた。しかしストレッジ補佐官から提案のあった作戦を検討した結果、実現可能という結論に達した。したがって今回の作戦は全面的に彼が指揮を取る。ミストレッジ君。はい。君たちシルバーフォックスは私の直属部隊であるブラックウルフと共同で今回の作戦を遂行してもらう。スタンウッドの言う通り、君たちの能力では絶対に不可能でしょうから。何だと？まあそう熱くならないで、私の話をきっちりと聞きたまえ。まずおとりの無人空挺部隊がラーマ山要塞へ接近、ハーラントを発射させます。ハーラントを発射した直後は電磁波障害によって敵の低空レーダーが一時的に麻痺しますから、その隙にブラックウルフが要塞の北側斜面に降下、大地下軍を一掃しそのまま東の施設軍へなだれ込み敵の注意を引きつけます。君たちはその後手薄になった同じ北斜面から潜入し、ハーラントをはじめ各種レーダー施設、核融合炉にシュミット爆弾をセット、午前0時前に爆発。ハーラントは要塞とともに塵と化す。といったところです。けどさ、そんな簡単にトーチカを一掃できるもんなのかね。ご心配には及びません。あっという間に終わりますから、君たちは出番が来るのを黙って見ていてください。おお、大した自信じゃねえか。俺たちでさえできるかどうかわからねえこと、そんなブラックだかなんだかわからん奴らができるってのか。もちろんです。彼らは君たちよりはるかに能力的に優れています。私としては今回の作戦の全てをブラックウルフに任せても構わないんですが、長官のお言葉に従って今回は脇役に回らせていただきました。君たちこそ肝心なハーラントの破壊をしくじったりしないようお願いしますよ。おい待てよ。ああ大事なことを忘れてましたね。当時か一掃が済んだブラックウルフは同じ北斜面を確保していますから、爆弾をセットした後はそこから脱出してください。ただし
あまり待たせないでやってください。彼らグズは嫌いですから。何？もうそのくらいでいいだろう。今聞いた通り、今回はブラックウルフと諸君たちシルバーフォックスとの共同作戦になる。どちらが失敗してもこの作戦は成功しない。健闘を祈る。青瓢湯みたいな顔しやがって。ブラックウルフがどれだけの能力を持っているのか今は分からない。しかし俺たちは俺たちの役目を果たすことに全力を尽くす。失敗は絶対許されない。それだけだ。
お前が隊長か。せいぜい頑張るんだな。何か気に障ったかな。俺たちはお前たちが無事戻ってくるまであそこをちゃんと守っててやるから、どうぞ安心して任務に励んでください。それじゃあな、隊長さん。ああ、そろそろ。
よし、爆弾のセットは全て完了したな。急いで脱出する。そうはさせねえぜ、連邦の犬ども。俺様はラーマヤマ要塞防衛隊長、鋼鉄の男ロームズアークだ。教えてやろう。ここが貴様らの墓場だ。へえ、お前がロームザークか。噂通り態度でかいね。おお、俺様のことを知ってる奴がいるのか。ああ、貴様になぶり殺しにされた連中は5万っているからな。有名だぜ、あんた。英雄と呼ばれているさ、帝国ではな。いずれお前らの英雄にもなるだろう。戦えることを光栄に思え。様が負けるのか。違う、これは夢だ。そうだ、悪い夢だ。くそ、あっちだ。血まで本物みたいだ。これは現実よ。あなたの夢のためにそうやってみんな死んだの。クレオ、何を言う小娘め。俺様はまだ終わらねえ。なぜだ、なぜ夢から覚めない。そうだ、出口を探すんだ。そうすればきっとまた現実に戻れる。どこだ、どこにあるのか。何もかも血まみれで、帝国はこんな男を。現実を直視できないほど弱かったのさ、心がね。鋼鉄の男、見た目でごまかそうとした、それだけのことさ。
くの人たちが死なずに済んだわね。ええ。これはこれはよくご無事で、俺たちも敵の部隊に対応するので精一杯でね。さすが噂に名高いシルバーフォックス見事なもんだ。貴様こっちはどれだけヤバい目に。よせボスコビッチ。隊長さん、それでは。また会おう諸君。ブリッツ、お前は喋るな。なんでで、おでにも兄貴みたいにかっこいいこと喋らせてくでよ。うるせえ、てめえが喋るとせっかくの空気も台無しになっちまうだろうが。黙ってろ。兄貴怒った。何だったんだあいつは。さあな。だがおめえより変なやつってのは確かだ。そうだな。おい、なんだと。なんで俺があいつの引き合いなんだ。その二分差がさ。くそー、スタン。諸君らの活躍で多くの市民が命を落とさずに済んだと同時に、連邦軍にとっても大きな戦果となった。またブラックウルフについては、その能力が評価され、諸君たち同様スペシャルフォースとして独自に任務を遂行していくことになった。よって今後諸君らと交わることもないだろう。次の作戦に備え、ゆっくり休養を取るため、ご苦労だった。薄汚い傭兵どもめ、帝国の神聖な戦いをこうもたびたび汚すとは。ロッドミール。はっ。神に選ばれしアルガナ王国、大統一を阻む最大の障害、捨て置くわけにはいかん。ナイアスを率い、シルバーフォックスを速やかに倒すのだ。お任せください。この命に変えても必ずシルバーフォックスを倒してみせます。頼んだぞ。Thank you.